皆さん、更新が終わりました。スプラトゥーン新シーズンの1日前なんですけども、今からですね、更新されたアップデで変わった武器とか、そうですね、ちょっとだけ職マンダーとか強くなったりしたんですよ。で、このアップデート情報っていうのが今出たんですけど、ゲームを快適に遊んでいただけるよう。まあ、これはTwitter とか見ればわかります。ただ、わかんない人には俺が後で、まあ、ちょこっと説明、うまいことできたらいいなって思ってます。ということで、はい、あんまりね、詳しくないんですけど、ちょっと、試し打ちでやっていこう。はい、今、ちょっとショットワンダー貯めてるんですけど、ショットワンダーのダメージが、上がりました。で、半径はい、ショットワンダー今ちょっと溜まったんですけど、ショットワンダーを衝突した時に発生する爆風のダメージが上がりました。で、その爆風の範囲、広がり方も、上がるみたいで、で、この、通過したダメージを合わせると、105ダメージ、これすごくない？これすごくない？通過しちゃえば爆風と一緒に、今100ダメージできたよね。ちょっと、まだ、え？待って、105ってすごくね？ショックマンダーめちゃくちゃ強化されたっぽいよ。すごいよ。いきますね。45。100！ あ、倒せる倒せる！なにこれ？これ倒せる！爆風のダメージ入れたらね、近くいたら倒せますね。攻撃しなくても。めっちゃ強くなりました。はい、よろしくお願いします。テラポートショッピングパークです。ちょっと声ガラガラになっちゃってきたんですけど、食ワンダー、食ワンダーが強くなったので、ちょっと食ワンダー使おうかなと思ってます。あとなんかメガホンレーザーも強くなったらしいんだ。メガホンレーザーだ。5.1 チャンネル。まあ、とりあえず、カーボンにした理由は、カーボンにした理由は、あれ、俺、イカ忍者だよね。これ、イカ忍者ですよ。なんかバレちゃった。まあ、カーボンにした理由は、食ワンダーを使った時に、うまいことを相手にね、キルできるかな、みたいな。食ワンダー、射程が長いとさ、いいと。手が長いと、あれなので、食ワンダーっぽくないので、僕は食ワンダーを使いたいので、あえて短めにして強さを際立たせようかなって思ってて。危ねえ。敵どこ？ここね。ここね。際立たない。際立たない。ただちょっとカーボン来て暴れられた、みたいな。相手からしたら。なんかカーボン来とるなぁ、みたいな感じですね、相手からしたらね。あ、ごめん止められちゃった。割れないか。無理なぁ。せっかく1まで行ったのにもね。1まで行ったのになぁ。降りてきたら倒せるな。適当にボム投げとか、隠れとか、カーボン、俺カーボンで仕掛けるとか。で無理食ワン使うわ、食ワン使いますわ。待て、あー逃げられた。ごめんみんな、逃げられた。食ワン下手すぎて逃げられた。なんでこんなとこ飛んできてんの。あ、当たった。危ねえ。うわあ、止められた。食ワン食べないから一回立っていいかな。せっかくだし。ふっ。あ、俺の食ワンが止められる。誰も他持たない。あ、他持った。よし。他持ったら勝てんのに俺は。食ワンダーで。何をしてるんだ。暴れ回れたかな。
下手すぎないか職場問題が。下手すぎないか今のは。はい、よろしくお願いします。近未来美術館のガチョコバトルです。頑張っていきましょう。楽しいんだけどさ、職ワンダーがさ、壊滅的に下手すぎてさ、自信がなくなってくるんだよ。楽しいんだけどさ、左から来てよ、これ。左から行こうか。やだろ、バケツさんだ。あ、もう無理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 。爆発したら怖いな、これ。ね、爆発が怖い。ね、これ爆発が怖いけど、サウンドナイスじゃん。危ない。オーケー、倒しといたよ。これ行ったらやべえやべえと思うんだ。食パン絶対食べた方がよくない？あっち戻っていい？あー待って、飛び先に危ねえ。全然危なくない。よいしょ。あ、いい、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ。マジでいい感じじゃん、今の食パンだ。今の職場のめっちゃいい感じだ。誰も割っといて、割っといて、割っといて、乗って、持って、持って、持って、待って、行け、倒した。職場で行け、行け、ナイス。味方の職場だが強い。これ入れよう。後ろにいる、後ろにいる、後ろにいる。あー、もうチャンネル打たれた。シールド強し。まあでも関門突破したからいいや。後ろの子たちがやられちゃってもうた。あの裏取りにやられてもうた。食満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 ためよう。たまった弱いなちょっとごめん、使い方が悪いかな。仲間の職満もやられた使い方が。あんなに職満祭り使ってきたのに。職満こんな、打たれ弱いんだ。どうしたどうしたこの子だけでも倒しとこう。あ、ごめん !2 枚落としたね。たまらないな職満が。カーボンだと。やられちゃう確率の方が。やっぱ近くで戦う分増えちゃうので。あー、やられてる、どんまーい。ちょスペシャル危ねー。あ、なんか来てる。大丈夫？これハマったので。危ねー。後ろからやれる。あーはー、なんであと一振りのとこで逃げちゃうの俺。いろいろとスローになってる。あー、ごめん、やられた。振ればよかったかな。どうしたものか。あ、でも一応勝ってるっちゃ勝ってるってこと。ここ持つのもありだな。ここまで行ったらほら、ここ結構コーチが多いかな。ナイス。バカ野郎ウルトラショットつえ。ふぅ、通り道にあったよ。通り道にウルトラショット抱かれてたんだけど。いるこれ、いない？ナイスじゃん。持ってきて。いる、オッケー、倒した。やばい。落とされた。やばい。ここでこそ職場が溜まればいいんだけど。待ってね。一瞬待ってね。スーパーマン、あー、スーパーマン今行こうとしたのに。待って、え、またゼロかと。ごめん、なんかごめん。嘘だ。嘘だ。焦らせやがって。え、でも、カーボンでも意外と、仲間のおかげで、生きる術があります。俺のこと狙うのだけやめていただいてもらって、はい。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 
はい、危ない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 。とりあえず動き回って、しっかりね、しっかり相手が嫌がるようなことして、ね、あ、もうウルトラショットでなんだこんな強いの。ウルショ強いよ。出た。ウルショ強いけど勝った。使わした。僕が使わしました。職場が壊滅的に下手すぎるのちょっとどうにかしないとな。ね。どうにか、どうにかしないといけない。はい、よろしくお願いします。サラボートショッピングパーク、ちょっと武器変えちゃった。なんか、北斎で塗れるかな。職場でいっぱい使おうかなと思ってスペゾーもつけてきました。これと壊滅的に弱い職ワンダーが何回か使うことによって強くなる。てか本当に職ワン祭りやったのみたいな感じのやられ方するから職ワンダーで。なんか、許せん。あ、先割った方がよかったね。どこに誰がいるのかわかんないんだけど。あ、強いわ。お、強いわ、これ。いい、いい。北斎ならなんか強さがわかるという。はいはいはい。はいはいはい。北斎ならね。後ろリアも無視しよう。あー、ごめん。バリアー吐かれてましたね。距離感間違えましたね。後ろ仲間に任せられたので。ちょっとジャンプしてみるか。きついかな。オッケーオッケー、いいや。なら、一旦、転覆でもいいし。分かった、分かった、あ、倒した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 。ここにいるのは分かっている。ここにいるのは分かっている。ナイス。ここ割るか。割ったらたまる。うわ、強い。100ダメ入って、今100ダメ入ったよね。絶対入ったよね、今直撃して直撃100ダメだ。あー、ごめん、当たんない、これ北斎。まあ頑張れ頑張れ。焼けたの前に、焼けたじゃなくての前に行ってあげよう。いきまーす。割れないな、これ。あ、待って、これ無理だ。あー、もうミスった、キャラコン。引っかかっちゃったよ、引っかかっちゃった今。落とすよ、これ。どうしたらしないか。とりあえず溜めよう。ナイスナイスナイス。これ勝手に溜まるな。ここのあれで。とりあえず。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。当たってた？もう、何しに来たの俺は今。ここ。何しに来たんですかって言われた。ちょっと言うろ。これ振ってる間あんまり動けないから。そんな濡れるわけじゃないんだね、北斎って。俺結構濡れると思ってたんだけど。よせな。はい。はい、中に入って攻撃と。はい、これができちゃう。職ワンダー裏取りができちゃう。こい、こっち来い。はい、倒した。あ、大王じゃなくて金王行く？あ、ボムが置いてある。あー、ダメだ、大きいボムだ。見えないよな、振ってるとき。自分が見えなくなるよな、スプラッシュボム振ってるときな。これ、あと、一線がどっかに。ここにダメか。はい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 。落ちてきたらやるわ。はい。ここに落ちてきちゃダメなんだ。ほい。ほい。ほい。ダメ入るよ。はい、強い、これ強い。わ、この職ワンダ強い。オッケー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 。職ワンダいい。いい。職ワンダーがいい。分かってきたな。ありがとうございました。いや、北斎と職ワンダーの相性が多分、とてもいいでしょうね。100ダメ入って倒せたのが、ちょっと嬉しかったです。あのレールのとこね。